のーい、はい、ねい、からのねい、はい、首を落としていく、はい、はいはい、相手に逆画面の前の皆さん、君は死にゲーが好きか。どうも、ゆうきです。ミオ2初見実況攻略、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。メインストーリーから DLC3 まで全てソロで初見で攻略しました。で、やり残しをね、ちょこちょこ攻略しつつ、ミオ2はね、ちょっとね、続けていきたいので、やっていきたいと思います。ほんじゃ、まずはステータスの確認からいきたいと思います。どうぞ、こちらです。すべて30というね、バランス型になってます。閃魂と呼ばれるトンファー、なぎとうかまと呼んでるなぎなたかま、仕込みコン、手甲、刀、槍を使っております。で、槍はね、最近使い始めました。でね、どの武器が好きかね、ちょっとまだ決まらないので、全部30というね、バランス型になってます。で、主人公はですね、ダークソウルとか、死にゲーが好きで、ダークソウル2のヒロイン、ルカティエルというキャラを作っております。皆さんよかったらルカちゃんとお呼びください。はい。じゃあね、今日はね、この牛若戦記のね、消えた恩剣っていうのかな？ちょっとこれ、まあ、簡単そうなんで、これをね、今日やっていきたいと思います。で、今日はね、刀と手甲でやります。普通に今日は遊びたいと思います。いつもはね、秘伝書を紹介したりとかすることをやってるんですが、今日はね、普通に遊びます。お！義経、久しぶりだな。兵器は今日から落ち延びる際、三種の神器の一つ、雨の村雲の剣を立ち去ったという、このまま神器が失われては、生が安らぐことはない。兵たちの噂では乱戦の最中、矢島に捨て置かれたままだと聞く。頼む、捜索に力を貸してくれるか。ちょまあ、あの漢字がね、もうね、毎回言うのも申し訳ないぐらい漢字がダメなんで。四国、北東部に位置する、矢島は瀬戸内海道の要素として名を馳せ、形変えてしまうぞ、この野郎っていう、ちょっと今の長州力さんのまあ、モノマネなんですけど、まあ、似てないんです。行きましょう。はい、行くぞ。刀にしよう。刀でやっていきます。まあ。もうね、歴戦をくぐり抜けてきた私とルカちゃんにはね、こんなね、消えた恩恵なんてね、簡単、うれぇ！届かない。いやー、一心アタック、どら余裕ですね。まあまあ苦労することないでしょう。このミッションもね、サクサクっとね、こうクリアしていくわけですよ。元気、あ、いてちょっとなんだこいつ、いやい、ぬー、ちょっとすいませんすいません、カシャでお願いします。カシャネどこ行くのちょっとカシャネ、カシャネほぼ意味なしで終わった。ぬぅ、はい、カシャネどこ行った今裏の方飛んでいきましたね。んなんだこのマップは、こっちか。こんなマップ来たことないぞ俺は。カニ、あ、いててて、ちょっと待って、なんか、お前か。危なかった、今の。今危なかったぞ。今危なかったぞ。すい、危ない、ちょっと待て、のうぅ、オッケー。うん。所詮はカニよ。あ、やべえ、ただ危なかったな、今の。危なかったなー。はいはい、ケーキからの、なんかなんだ、低くて入らない、ノーラ、オッケー。ん、どこだ、どこがどう。まあ今日はね、ちょっとなるべくね、この居合のね、これをちょっとね利用していきたいですね。これをね、これ強いですから。はあ、妖怪と仲良く飯を食ってますね。こんな光景あるんですね。ごめん、友達じゃないかった。あれ、妖怪じゃないじゃん、どう見ても。妖怪じゃないじゃん。妖怪じゃん。いや、妖怪だよ。妖怪じゃん。どうすんと？はい。で、ちょっとあいつが邪魔っすね。こいつもちょっと、ここで、ズドンとこうね、決めていく。あ、ちょっか。
生ハゲはい、これ届かないですね。はい、あえてのこっからスババババババと、はい、せい OK ツンツン切りです、ツンツン切りです、ヒギツンツン、なんかいっぱいいるんだけど、なんでやたらいますね。ガキくんは気づかないと。はい。OK。そい！のーい！はい。ねい！からのねい！はい、首を落としていく。さらに。ダメ押し。ダメ押しの居合連打。ジョン！どうすん ?OK。ちょっと擬音しか言ってない。こんな実況、こんな実況動画ダメですからね、普通に考えて。ひどいですよね。うん、まあ、すいませんね、マイペースに、こんな感じでやってるんですけど。 OK、 なんかいっぱい撮った。さあどっちだろうね、ボスは何なんだろう、ここのね、ここへ来て初めての骸骨くん、ちょいちょい、はい。OK。ここを取ってって。こうなる？こっちの先。これはどう見てもあれですね。もう出ちゃってますね。危ない！低かったせいで助かった？おらよ！ OK。なんか出てきたぞ。おめえなんだこれ。居合でやっていく！居合連射！オッケー。これは？誰だ？お前かよー！ちょっと待って、こいつはちょっと、申し訳ない。こっちの方がいいな。おい！抵抗の方がいい！ノー！危なかった今の！記録切れだ！なんか前回もこいつ、なんか出てきた記憶あるぞ。前回も出てきただろ、なんか連戦かなんかやったの。前回の動画にしてるかわかんないですけど。結構ね、匂いため取りしてるんで、どの動画を順番に上げるかわかんないですけど、サブミッションなんでね、もうね、現状。結構ね、バラバラに上げてるんですよ、撮ってるやつ。おー、ヤシロ？ん？ヤシロがあるってことは、なんかあれなのかな？ボスがいますね、これは確実にね。この先にボス、スーボの匂いがしますね、スーボ。お、なんだお前。何をしている？タマコロニャンコスネコスリー、スネコスリーのね、ぬいぐるみが早く、わ、びっくりした、カニかよ、なんだこいつ、カニかよ。ちょっと待って、こいつやろう。いや、ちょこの野郎、なんか毒になったか急に。はい、アタックしていく。いてて、潰された。なんだこいつ、なんだお前は、危ない。はい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 、こいつ雷弱いから、でも普通に倒しちゃった。 OK、 うん、なんだこれ、どういうルートなんだ、ルートがよくわからないな。こっちはなんだ、お、海沿い、こっちは何もない。行き止まりですね。行き止まりなんだ。はい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 。じゃあここはこれ取って。じゃあこっちか。まあ普通に順路通り進んでいけばいいみたいな感じかな。あ、これなんかあれだな。弁慶と冒険した場所かな。ちょっと違うか。なんか出てきたぞ。なんだこいつ。はい、あ、ちょっと、死ぬ。なんだあいつ。すげえ弱そうなんだけど、この弓のやつ。言わんこっちゃないレベルですね。あぶない！はあ、二刀流か。なるほど。二刀ね。おいてててててなんだこいつ。ほう。そういう感じ。はい。お、避けた。
当たった。はい、はいはいはい、そう簡単にはまあいかないよね。はい、剣気、剣気。はい、こいつなんだ、人間か、お前人間か、なんだ人間か、お前人間かちょ、一瞬死んじゃったよ、混沌だったな。お、邪魔しようって、あ、なるほど。なんか、雨の村雲が取られちゃったってこと？ああ、あの剣はすでに我が手のものにって言ってたから、多分取られちゃったってことなんですね。あれ、なんかちょっと時間が短いな。ほう。なるほど、なるほど。そういうミッション？どういうことなんだ？よくぞ戻った。小島にいた平家の残党を撃てたようだな。しかし剣は見つからずか。平家生なるは何し追う業の者。奴がいたとなれば、兵の噂もあながち嘘とは思えるが、致し方あるまい。なるほど。時間が余っちゃいましたね。ただミッションに行くほど多分時間はないと思うんで。したら、しょうがないですね。あ、じゃあね、弁慶の秘伝書をまだ取れてないんで、ちょっと弁慶やりましょうか。弁慶の秘伝書を取りたいんで、ちょっと弁慶をじゃあ数千やりますね。どうしようかな。じゃあ仕込み込んでいきます。こんな動画ある？このパターン初めてですね。自分で言うのもなんだけど。これでいきましょう、じゃあ。仕込み込んでいきます。弁慶の、泣きどころじゃないんですけど、これですよね、多分ね。弁慶のね、秘伝書がないんですよ、実は。仕込み婚の秘伝書なんですけどね。これで取れれば、神ですね、正直。次回のあれになりますね。ネタに。ネタにしようとしてるっていう。お、来ましたね。で、こう、こう、こうでしょ？で、こうで、上段にして、はい。はい、行くよ。はい、はい、はい。はい。はいはい。はいはい。あ、いててててて。削っていく？はいはい。はいはい。あ、いてて、逆、逆に遅くて死んじゃった。はい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 。いくよー、弁慶。はい。上段削り。あ遅くて食らっちゃう。ああ、痛い。はい。はい、上段削りからの、はい。混沌になってる？混沌になる？絶対なる？絶対なる、絶対なる？はいはいはい。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 ああ、ちょっとこれ。威力がちょっと微妙だな。はい、ここでもう一発。はい。はい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 。はい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 。あ、OK。OK、OK、OK。秘伝書！なあ、ほんと秘伝書落とさないですよね、こいつね。なんでこんな秘伝書落とさないんだろう。落とさないんですよね、秘伝書ね。なかなか秘伝書って落ちないですよね。こういう風にさ、なんか結構やってはいますけど。だからね、秘伝書を取ってからよく撮影してるんですが、これをね、コツ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 やってるんですよ、休みの日に。その苦労を分かっていただきたい。もしちょっとで分かっていただける方、高評価お願いしますってよく言わない？ YouTube やってる人。よく言いますよね。うん。面白いと思ったら、高評価チャンネル登録よろしくねって言う、こんな言い方じゃないか。こんな言い方じゃないか。もう一回行こうか。もう一回行きます。はい。じゃあ次やったら、今回終わりにしましょう。ちょっと早いけど。あ、あともう2000ぐらいやる。じゃあもう2000やろう。もう2000やります。弁慶を。思ったよりさっきの、ミッションが、尋常じゃなく早く終わっちゃったんで。
はい。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 先行でいく？ほい。行くぜ！冗談した。はい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 。ここで、カシャネーを出していく。はい。はい。やっぱ仕込み込む方がやっぱ威力が高いんだな。なるほどね。はい、はい。はい。はい、はい。一発の威力がでかいですね。仕込み込むの方がね。やっぱり蹴りがすぐつかないですね。鉄鋼でも戦ってみるか。あ、いいかもね。その検証はなかなか。まあ、俺のね、火力なんでちょっと、数なんであれなんですけど、正直。あ、まじっつ！まずい。これはまずい。ちょ、一回引くか。はい。頼むよ、弁慶。出してよ。くれよ。あぶね。はい。あれ記録切れたのに、お前。はいはい、記録切れたね。やっぱ先行結構長引くな、戦いが。おお。あぶね。先行長引きますね、シンプルにね。出ないねー。じゃあ次は鉄鋼でいきましょう。鉄鋼の武器にもよりますよね。武器の種類とかさ、スキルの構成にもよると思うんですけど。出ないですね。ほんと出ないですね。恐ろしいぐらい出ないですね。じゃあ次ラストにします。さっきのミッション何だったの？マジで。あれはなんかあれだね。もう本当にわざわざ撮影するまでもなかったやつですね。すごい、すごい言い方。さあ、行っていきましょう。ラストです。さあ、これで、皆さん、もし、秘伝書が出たら、高評価、チャンネル登録よろしくね。これ、冗談で言ってますからね。僕を知ってる人は多分、冗談で言ってるってわかると思うんですけど、一応言っておきますね。はい、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 行くぞ。OK。テコ。あ、これでもちょっとあれだな。はい、気力は削れないな、あんまり。はいはい、気力削るにはちょっと強攻撃を無理やり当てていくしかないですね。お猿さん出していく。はいはい、からのカシャネー出して、はい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 、ここからタックル入れて、あ、いいですね、いいですね。あー、でも鉄鋼強いな、やっぱり。あー、安定感は仕込み込むんですね、やっぱね。ただ火力はすごいですね。混沌にしてからは半端ないですね、これね。おー、いや、いっちー。回復しよう。うん、はい、オッケー。出ねえ、本当に。落とすの、君、本当に。もう出ないですね。はい。ということでね、今回はね、ここで終わりにしたいと思います。2号2でした。皆さんね、とりあえず、居合のね、連続切りのやつ強いんで使ってください。あと、弁慶は仕込みコンの、秘伝書を全く落としません。はい。ということで、次回も2号2でよろしくお願いします。お疲れ様でした。待ってね。はあ、なるほどね。え、まさか落としてるとか、すでに持ってる説ない？ないね、ない。